失って改めて大切さに気づかされることってあるよね。ジャンクスタイルです。まあ、今日はマッチボックスの発売日だったんですけどね。ホットウィルは特に見なかったのかな。トミカはあれか、宝富モールのオリジナルのあの NSXR かなですね、赤いやつ。まだ私のところには届いてないんですけど、まあそのうち届くでしょう。で、マッチボックスは、ベーシックとムービングパーツとコレクターズの3種類、3アソートっていうかな、が発売だったんですけど、どうでしたかね。あの、ムービングパーツとコレクターズについては、この今並べてる通りね、昨日開封して、あの、動画の方にはさせていただいてるんで、そちらの方ね、ぜひ見ていただきたいんですけど、コレクターズ、やっぱあれかな、ちょっとバブリーだったんで、マイナスとね、また一緒だったんで、開封はしなかったんですけど、こちらのね、510ラリー。これが人気だったのかな、やっぱ今回も。前回も人気でしたね。と、これかなと思うんですけど、コルベットと、これちょっと残ってるとこ見たけどね。まあでも、決して悪くないけどね、全然。で、ムービングパーツね。ムービングパーツ。リビエラさん、やっぱり人気でしたね。やっぱね。ですよね。ほら、見て。あと、これに映ってるのは、ベントレーと、あの、なんだっけ、フォード F100 だっけの、これね。まあまあ、前とね、被ってる。まあ、一応置いとこうか。ですね。これも決して悪くないし、先月出たばっかなんですけど、持ってなかったんで、全然買っていいと思うんですけど、これやっぱね、なんか、個体差じゃなかったね、このドアの、なんだ、色が、なんか変な感じ。ボディカラーと全然違うっていうのは、もう、なんか全部そうでしたね、やっぱね。です。で、私の今日のメインは、ベーシック感になるんですけど、買ってきましたよ、トイザラス様に行って。はい。で、買ってきたけど、なんだろう、あの、最初の話に戻るけどさ、バースデーに入らなくなったんですよね。あの、いつだっけな、去年あたりぐらいかな、あの、徐々にベーシックカーが入らない、あの、マッチボックスが入らないっていうところが増えてきて、店舗がね。で、私の近隣の店舗でまだ入ってたんですけど、4ヶ月ぐらい前に、まあ、よく行ってたところが入らなくなって、で、先々月、だから2ヶ月ぐらい前から、すぐ近所のね、バースデーに入らなくなったんですよね、あの、マッチボックスのベーシックカーが。なので、全然変えてないのよの。で、まあ、マッチボックスって割と3ヶ月ぐらい連続して入ってくるんですけどね、ベーシックカー。それにしてもね、全然揃わなくなっちゃってて、で、まあ、ここ1店舗目ね、朝行って買ったんですけど、まだね、ちょっと揃ってないというか、先月分かな変えてないのがあったんで、結構ね、昼からも回ったんですけど、ダメだ。だから、買ってきたの結局朝一行ったお店だけで、あとはね、全然買ってないんですよ。買ってないんですよっていうか、残ってないし、自分が欲しいものがっていうか、残ってないんですよ。そう、残ってないのよ。なかなかね、ちょっと厳しいですね。しかも、あれですよ。7月の発売がないのかな、ベーシックカーの。なので、次に出るアソートのラインナップっていうのがわかんないから、どうなってんの？これが、今回が R アソート？次どうなんの？わからん。すいません、マッチボックスマジ詳しくないんで、知ってる方教えてください。あの、海外だとミックスなんちゃらとか、あのミックス語とかさ、そんな感じで言ってるからさ、公式と違う通称でやってるから、どれがどれか分かんなくなっちゃってて、とりあえずちょっと買ってきたものちょっと出していこっか。まずはこれな。そう、ベーシックカーの話をしてたのにムービングパーツで恐縮ではございますが、これね、あの、見づらいよね、ごめんね、見えないよね。これ犬のやつで、昨日開けたやつがこれ荷物のやつだったんですよね。やっぱりバリエーション違いありましたね。まあこれで揃いましたね。荷物と犬とね。で、こちら。1975三菱ランサーセレステさんね。セレステさんも右ハンドルと左ハンドルがあるみたいで、こっちが左、あの、わかる。昨日開けた方が、これルースにした方が左で、こっち右ハンドルあったんですよね。で、私が行ったトイザラスは2ケース入荷両方あったんで、見比べやすかったですけど、これ見づらいよね、ハンドル。これね、事前になんか教えてもらってなかったら気づかなかったかもしれない。で、まあ、これとこれは、まあ、増車っていうか、まあ、バージョン違いでね、変えてますね。一応、ちょっとだけね、追っかけてはいるけど、そこまで究極的には追っかけてないけど、キリがないからね、ほら、MR2 とか、ね、4種類ある。だしね、
で今月の目玉かな、目玉っていうかこれですね、1985ポルシェ911ラリー、この間ポルシェのアソートにも入ってましたね、これの70周年記念 の、 あのカードになってるやつ、今月からですよね。これまあこれは2台入ってたのかな、1ケースに確か。なのでまあまあ買いやすかったんじゃないかなと思うし、今後もね入ってくるんじゃないかなと。だから先月のセルシオも1台ね入ってましたね。先月買えなかったよって方は今月買えたんじゃないですかね。あとこの辺は今月からだよね、多分。でポルシェカイエンターボに関しては色めっちゃ綺麗で、なんだろう、オートイルのなんかな、Facebook か何かでもこれ大々的に取り上げられてたし、あ、そう、新規金型なんですよね。そう。で、多分、これ売れるだろうと思ったら、いろんなお店で残ってんのね、これ。ひどいところっていうか、あ、そう、1ケース2台入りだったんですよ。2台とも残ってるお店もあったりして、全然売れてなかったイメージですね。私が買ったところも、私が1個買っただけで、あと残ってましたもんね。で、これも今月ですよね。で、これとこれも今月だよね。ですよね、多分。これ。これいつだっけ？あったっけ？なかったよね。ちょっと自信がなくなってきた。フォレスター。なんかいくつか持ってる気がするからさ、マッチボックスでも。この色なかった気がするんですけど、これは先月からあったよね。1953ビューイックスカイラークコンバーチブル。これ変えてなかったんでね。まあ今回変えてよかったなって感じですね。なんか改めて見ると、あんまりベーシックカー変えてないね。7台か。フォーランナーの青かな、先月から入ってるんですけど、また今月も買えなくて、で今までだとそうバースデーに入るからまあいいやとか、ドンキに入るかなとか思ってたら、どちらも全然入らないから、マッチボックスのベーシックはねもう打ち止めですわだから7月は発売がないし、8月もよくはまだわかんないからさ、どうなるんだろうね。私青いフォーランナー買えないかもしれないぐらいかな。あとは大体変えたんじゃないかなと思うんですけど、先月から見続けてる方、私が変えてないものがあったら教えてください。把握しきれない。把握しいてないですね。まあ、変えてるはず。んで、せっかくなんで、どんどんね、開封していこうかなと思うんですけど、これとこれはいいよね、ムービングパーツは。まあ、ただっていうか、細かいバリエーション違いだし。あとはね、今日入手のベーシックはどんどん開けていこうかなと思います。じゃあ、どんどん行こうかなと思うんですけど、ごめん、これね、1915ポルシェ911ラリー。これはちょっと開封せずにね、このカードのやつは開封せずにちょっと撮ってるんですけど、これもなんか、ね、バースデーに入らなくなってさ、ちょっとずつしか集まらなくなっちゃった。で、これ前のなんだろう、ポリスか、ポリ、ダッチだっけ？あれはなんかやたら残ってんのね。で、これ、ここに70って書いてあって、ここなんか書いてある。あ、ファルゲンか。ここがあって、ブリもあって、ここ、まあ、彩色なんかはないけどね。です。塗装箇所多いね。あ、でも、1、2、3面か。うん。ですね。まあ、これは取っておこうかなと思います。これ、どれほど出るのかな結局、わかんないまんますね。どのぐらいの種類が出るのかわかんないけど。で、これの、ポルシェカイエンターボ。これ、不人気なのかちょっといまいちわかんないけど、見て75周年のポルシェのやつ、ロゴ書いてあるね。これには書いてないね、ポルシェのね。これめっちゃ色綺麗じゃない？これ新車らしいですよ、新車。わぁ。なんだろ、ちょっとね、トミカにありそうな感じの色、カラーリングが。ははは。ここは、ルーフがなんか広いやつ、ルーフがこんなクリアパーツになってる系も最近なんか、あまりがちな気がしません？ホットイールでもさ。でもこれ、いいよね。なんで残んのこれ。ちょっとあれかな、丸っぽい感じがするかな。カイエンもいろいろあんの？私が知ってるカイエンと違うのこれ。でもこんなもんか。ちょっとね、でっかいっちゃでっかいけど、小ぶりっちゃ小ぶり、わかるかな。うん、ずんぐりむっくりした感じですね。消したくるけないんですけどね。これも今月からだよね。2016フォードインターセプターユーティリティ。わあ、かっけえ。これ多分ね、本当は、なんだ、64分の1とかだと、もっとでっかい車だと思うんですけど、
なんかね、あのマッチボックスがちっちゃい3インチだからね。おお、かっこいいね。シェリーフの、え、固定ない感じ、わかんない、わからんわからんわからん、ごめんなさい、わからん。あ、でもご、あの金のね、タンポの色がすごい綺麗。黒と金ってね、映えるんですよね、差し色っていうか組み合わせ的に。うん、なんとなくだけど、この辺もちょっと塗られてて、ここ前面まで行ってないけどね、ヘッドライト。うん、これ横から見たらかっこいいね。これやっぱもうちょっとでかいサイズで欲しかったかな。でもね、まあ、マッチボックスだからね。これは前からあるの、2018年ぐらいからあるそうですよ。でもこのカラーは、え、今月からってこと？逆にこれはでかいんですよね。16シェビーカマロコンバーチブル。カマロ、まあカマロでかいけどさ、でかっ。そしてかっこいい。これはあの、ホットウィールであんまりカマロが出なくなっちゃってるんで、なんか新鮮な気持ちになりますよね。去年あたりからあんま出てないですよね。サイドラインとかは出てんのか。前後、担保ね、綺麗に決まってますね。これも前からあるかな、型なのかな？ですよね。これ顔がいいね。やっぱ黄色の、カマロ黄色だね。黄色、うん、いいよね、カマロ黄色。カマロの黄色にしてはちょっと濃いっていうかね、なんですけど、もうちょっと明るい色が良かったかなと思いながらもかっこいいね。ただね、日本だとね、コンバーチブルね、人気ないからね。これも今月だよね、デューンドッグ。金型自体は多分前からあったやつだと思うんですけど、え、デューン系って、あれデューン、わかる、あの、あれまたオリジナル系のことを言うのかな。マッチボックスでもそうなんですかね。あの、なんだろう、ホットイールだとデューンなんちゃらって多いじゃないですか。これはパカって取れるやつかな。無理に取らなくてもいいか。マットブラックでかっこいいっすね。8番。これバギーにしてめちゃでかいんでしょうね。多分縮尺的にわかんないけど。相当でかい縮尺にはなってると思う。これ何？ライオンブロスって書いてあるの？ライオンブロスレーシング？わからんけど。あるの？そういうの。あ、このとこ、いや、こういうとこがね、好き。マッチボックスの子。細かいところのね、担保がね、印刷がすごいよね。こうバチッと決まってるのは、ちょっとずれてるけど。いや、ずれてないか。大丈夫だ。すごいよね。あんまりこういうのって、ほら、ホットイールにはないですもんね。最近のトミカでもなくない？こんな細かいところ。これ、意外と残るかなと思ったけど、なんだ、私が行ったお店では最後まで残ってて、私買ったんですけど、他のお店だと割と売れてた、見てないですね。っていうのが、これなんか良さそうだったんで、2代目とか3代目とか買おうかなとか思ってたけど、見てないですね。で、2019スバルフォレスターですね。これさ、他の色を持ってった気がするけど、この色、今月からじゃない？こんな色あったっけ？ないよね。かっこいい。あの、なんだろう。え、なんて言うと、メタリックグリーン、うん、エメラルドグリーンって感じ。めちゃくちゃ綺麗。タンポも決まってて。ちょっとね、ここ、うん、あの、マッチボックス独特の、こう、安っぽいプラスチックな感じのシャーシがね、ちょっとあれなんですけど、でも、いや、いいよ、結構。あ、これいいっすわ。めっちゃ綺麗だし、形もいいし、タンポもほら、なんだろう、余計なとこっていうか、サイドとかの、あの、ボンネットとかにね、ないから、完璧だし、これいいんじゃない？これは、あれ、結構もうスケールマニアっていうかの方でも結構刺さってくれるんじゃないかな。あ、これいいっすね。フォレスト、あ、いいね。縮尺的にも多分、なんだろう、トミカと並べてもそんなに分かんないと思うよ。わかる？あの、トミカとほとんど変わんないぐらいのサイズだと思うんで。これいいね。綺麗ですね。綺麗だね。ちょっと画面越しっていうか、あれだと黒っぽく見えるかな。本当はもうちょっとね、深い緑のラメの入ったメタリックでめっちゃ綺麗ですね。あ、これいいね。これは先月からあったよね。で、先月買えなかったやつだと思うんですけど、そうだね、番号も赤いしさ。
これ何？1953、ビューイック、スカイラーク、コンバーチブル。かっけえ。かっけえ。いいね。知らないけど、アメリカングラフィティって感じ。いや、知らないです。ごめんなさい。適当に言いました。すいません。イメージだけで言いました。すいません。すいません。ミッキーム。だからこんな感じの、なんだろう。50年代の車とかって、まあ50年代、まあ60年代前半とかの車ってクラシック、いわゆるクラシックか。で、あんまね、ホットウィルでもう出してくんないんで、マッチボックス頼みですね。ボディカラーもいいですね。レモン色で。ここも、ダンプも結構、ちょっと怪しいとこもあるけど、綺麗に決まってるし、普通にいいですね。まあ、ここはね、彩色がないけど、普通にいいですね、普通に。これいいね。あ、これいいわ。これいいわ。まあ手のひらサイズなんですけど、多分実物もでっかい車なんでしょうね。これいいね。はぁ。なんだろう、あのマッチボックスのクラシックカーコーナー、もう全部ルースにしたやつさ、なんか並べてみたいっすね。いや、やれよってね、見たいって願望言うなってよ。お前が実行すればいいだけだろってね。今日買ってきたマッチボックスのベーシックカーをね、開けてったんですけど、どうですかね。私的にはね、わかんないけど、これ入ってなかったよね。フォレスターとカイエンのターボいいと思うんですけどな。あとこれどれもいいね。今回買ってきたやつ、まあ、いいから買ってるんですけど、いいと思うからね。まあ、たまにはなんだろう、ちょっと自分の好みじゃないけど動画的に買っちゃえっていうのもあるけど、今回買ってきたのどれも素晴らしい、素晴らしい。で、増やしたいなと思ったのは、あの今回ね、あの開けてみて増やしたいなと思ったのは、これなんだっけ、デューンなんちゃらと、デューンちゃんと言えってね、デューンドッグ、デューンドッグとフォレスターいいっすね。カイエンもいいけどね。あとこれもね、なんか集めてパトカーごっこわかんないけど、カーチェイスごっこなんかもできますしね。あーでも、うん、そうだね、この中で増やしたいって言ったらやっぱこの2台かな。増やしたいというか、やっぱ 2,3 台欲しいなと思ってのがね、あ、もちろんこの70周年記念のパッケージのね、85ポルシェ91ラリーも欲しいですけどね。欲しいけど、バースデーに入らないし、さてどうしたもんでしょうね。7月は発売がないことですし、ベーシックか。私のマッチボックスコレクションはどうなるんでしょうね。これあれかな、ほんともう数ヶ月に1回ぐらいのターンで、一度ね、箱ごと箱買いしないと全然追っつかないですね。なんかそっか、7月は発売がないからベーシックカーね、マッチボックスの。なんで箱買いするっていう手もあるかな。どうでしょうね、皆さんどうされてます？箱買うとね、結構かぶりが多いからね、マッチボックス。ちょっとその辺躊躇しちゃうんですけど、ベーシックカーのアソートだと数ヶ月待てばね、ちょっと安くなったり、まあ、1箱5000円切ったりとかもするんで、その辺で狙っていいかな。でもその辺でね、買ってね、じゃあ数ヶ月前のやつ動画にしますとかもなかなか買いにくいしね。あ、チェイスが入った時のやつだけ買うとかさ、ずるいかそれ。じゃあ今日はこんな感じですね。あ、そうだ、チャンネル登録されてない方はね、ぜひよろしくお願いいたします。あと高評価ね、よろしくお願いいたします。じゃあここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。